ご視聴ありがとうございます。トロピオ塚です。ハレルヤメディアの一徹です。はい、今日の企画はマジックプレイヤーならカード名2画目まででわかる説。おお、これね、ちょっとピンときてませんか。パクリ企画だろ。あのトリッピーさんの企画ですよ。すいません、ありがとうございます。どうぞどうぞ、パクらせていただきます。どういう企画かと言いますと、うん、カード名の2画目までしか見えない形になってます。例えば、なんだろう、稲妻とかさ、ここここだけですか。そんな感じ、早押しで。やばそう。え、これ英語？一応全部日本語になる。なるほど。英語だったらめっちゃ簡単じゃないと思う。英語だったらね、アルファベットはライトニングボルト、お、LIGA、うん、全部見える。仮に横一本とか書いてあっても漢字なのかカタカナなのか分かんないじゃないですか。いや、その、どういう風に出てくるのか次第だけど。いや、相当難しそうですけどね。はい、はい、ということで、じゃあやりますか。じゃあ1問目からいきますか、はい。精神を刻むもの、ジェイス。よっしゃー。これエースが、エースが見える。これかなり優しかったですね。ここら辺、あーって最初のやつね、うん、全然わかんないんだけど、こうね、最後の2文字でジェイスだって分かって無が見えたんで、刻むやつだ。うわ、ジェイスが見えたんだ。よし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 、これは。なるほどね、こういう感じね。はいはい、意外と見えるな。カタカナは結構見える。カタカナ見えるね。なるほどね。まあ、これはちょっとでもこっから難しくしていくパターンでしょ、どうせ。2問目、うん、くそ、思考は濃い。あ見えますね。見える見える。もう囲ってる、囲ってないけど囲ってる、これは。見える。めっちゃ見える。わかりますね。これもうこれしかないもんな、うん、思って。3問目は、違う、ヒント出しますね。スタンダードでもパイオニアでもモダンでも使えて、そのファンフォーマットでは結構まあ見るカードです。ファンフォーマットで見る、いいね。じゃあヒントもう一個出しますね、はい、最後の1文字はひらがなです。え、ひらがな、ひらがな、これひらがなっぽくしてないな、これひらがな。なんで最初の3つは漢字で最後ひらがなです。やべえ、全然出こない。ヒント追加しますか、はい、青のカードです。1マナのインスタントです、はい、呪文つらんよ。しよしよしよし、いや出てきた今。オッケー。いや、これさ、このさ、四角さ、呪文の呪のあれ口じゃないじゃん。もう皮変のさ、皮変ぐらいのあるやん。だからこれ暗号の暗みたいに見えちゃって、めっちゃ、うんうん、しかもスタンダードにあるっけーみたいな。いや、これ悔しいな。これ高いとかのそっちの方に見えちゃって、門には全然見えなかった。ここ最後のひらがな最初門に見えて、もあ、もってなんだよ。木が見えて、次間が見えて、僕門の後に間が見えても意味わかんない。どっちもつかんやつ。むっず、結構難しかったな。うわー、これ多分相当カットされてますけど、まあまあな時間使ってた。なんか作り方に悪意ないか。本当にだってこう効果、本当にこれただ消しただけじゃないですよね。ただ消しただけ。本当ですか。どんなフォント使ってる。長すぎだろ、これ。え、いつも動画中のテロップ使ってるフォントですね。口のさ、形スリムすぎだろと思って。呪文の呪のさ、次の問題。はい、シセルセ。よっしゃ。悔しい。これセルが見えたね、セルが。ルセイが見えました。笑いよベジータ。まあでもまだ2対2対2、まだ2対2。これめっちゃ見えた。うわ、こんな字ある、何これ。こ、ああ、ある、まあ、あるあるあるけど、全然あるか、ある。は、漢字の知識結構問われるのこれ。フォロー。ああ、よっしゃ。おもむろに浮かび上がってきたんです、フォローという文字が。これはね、ひらめいた。気持ちいい、これ気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。もうこれ最後のやつ、浮かむりにしか見えない。いや、そう、うんしか見えないよね、これ。おおね、そう、確かに納得。うわー、めっちゃ気持ちいい。フォローか。これ三角目まで書いてないですか。
ほんとだサービスですサービスこれ向こう、これ向こういやいや、じゃあ答えてよ条件同じだから悪問により条件悪問のため条件がない出題にそのためいや、もう温まってきたね次行きます、はい、そうだ神秘の水域。あ、違う。あ、めちゃ、なるほど。めちゃめちゃヒント与えてしまった。じゃあこれ多分神秘なんだよね。神秘のなんだろうっていう。これ隠す多そうなんだよな。でも聖じゃないと思うんだよね、これ。聖ってさ、横下じゃない？果たしてそうか。やばい。うん。ヒントいきますか。ヒントいきますか、はい、青のサンマナのカードです。神秘の論争。よっしゃ争うか争うか争うかで、論かゴンベンだったゴンベンだったな、こうかそうだねなんじゃないですかこれ本当におかしい本当変えた方がいいですか脳でかすぎる脳がでかすぎるいや出てこなかった論争よし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 やったぜ瞬発力かよしよしよし瞬発力足りなかったよしよし次次よしよしよしおー押してから考えて長いって分かったもんだってその間にその間に分かったもんだってだからこの真ん中のこれだけちょっと出てから押してからあれって思ってどうだっけってなってじゃあダメじゃんいや思いついてありましたよだって考えたら間にめちゃくちゃ分かったとずるいって言ってた気づいたら僕の方が早かったいや嘘だよ否定の力とか言おうと思ってたでしょいやいやいや最初活性の力かなと思ったんですけど本当、ね、いやだから2文字目がなんかあれこんなだっけってちょっと力戦の束縛だと思ったら全然違った全然見えてるだけ違った、ね、こんな書きこれ何言ってんのこんな日本語でてかスリムすぎだろこいつだけ的におかしいこいつだけスリムすぎだろ余白切れてますねああなるほど本当はここにも多分もうちょっとあるんですよねちょっとあるですよねだとしてもだとしてもこんな書きじゃ日本語に存在すんのあ魔力の墓所こうなの払いからさ払いから払いからところの払うからえ、ちょっと待ってこれ物言い上告Google 先生に上告書いたほんとだやべえ、俺ら学がねえよ関係やり直さなきゃ小学校3年生で習ったんじゃやばい関係発給の問題関係発給やり直しだえマジで僕ずっと払いから書いてましたね上書いて払いからだったそうそうずっとこうしてこうだと思ってましたへえ学び学び学びはい次行きましょうあ、違う。あ、でもないです。このパターン。二画目やばくない？あ、なるほど。わかった。英雄の恋打ち。ああ。二画目やばくないと思ったら、あ、続く文字で見つけたと思って、U 出てきた。七の合流点かと思った。全然全和じゃないし。全然違う。七だけここ寄ってるけど。七のあと、あ、三文字だ。押したけど全然違った文句つけた後にめっちゃひらめいたこれな途中で気づくのめっちゃ気持ちいいんだけど押したくない
石の脳。いや、俺も思って違ったわ。俺も思ったけど違ったわ。そう、僕も押してから、あ、なんか違うと思って。え、これ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 出てこねえ。死の影。あー、これはやられました。死じゃない。いや、死だ、いや、死だと、あ、死だと思った。死に変わったん、俺、うん、途中で、うん、なんかあるかなと思って、石だともう脳しか思いつかなくて、うん、あと石臼とか出てきて死に変わってたんだけど、うん、それが出てこなかった。いや、これは乾杯です。これなかなか、これはこれ両門でしたね。じゃあ次いきますか、はい、残すところ2問です。はい、うん、剣を好きに押したのよ。おっと、2が押したのよ。いや、俺の範囲あったんで。これはめっちゃ見た。これなんか、これさ、これでもめっちゃ見えますよね。これがさ、めちゃくちゃなんか間受けなんだけど、めっちゃ結構ビビる。オスと2が見えたね。でも僕最初に、うん、チリオチリ2が出てきちゃった。あー、それもあるね。そう、でもよく見たら違う、うん、ってなって、そのワンテンポのズレが、ね、あとスキーの感じさ、あれだね、うん、その秋なんだよ、金曜日になったんだよね。うわー、これマジックプレイヤーが見るとまず一瞬でわかる。めちゃくちゃ面白いな。え、さっき疑問って言ってたんで、え、これ並んだ？今たまたまマジで6対6になってて、はい、最後の問題でこれだけめちゃめちゃ難しいって感じですね。はいはいはい。で、逃走者戦で使われるカードですね。お、最初にヒントくれるんだ。そう、難しすぎるんで。うん、わかりました。うん。これなんだ。あ、でもダメだ、僕書き順やばいんだった。あんま考えない方がいいよ。統率者か。2人が全く分かんなかったらちょっとずつヒント足していこうかなって思います、ね、絶対でも俺ら知ってるカードよね。多分知ってはいると思いますね、うん、多分って何。怖いって多分は、うん、いやでもこのカードはでもあの何ですかね、全然知られてないカードとかでは全然なくて、うん、普通に使われるカードですね、うん、必ず入るカードじゃないですけど、まあなかなか見るカードって感じですね。斉藤さんは使ったことある？使ったことありますね。ある。これもわかんないし。じゃあ第一ヒント出しますね。はい、黒のカードです。一文字でも見えたらな、なんかいけそうな気もしないでもない。文字言うと多分すぐピンときちゃう可能性があるんですね、うん、じゃあイラストのヒント出しますね。はい、イラストの中央にリリアナが乗ってます、ね、ひらがなの書き順も分かんなくなってきて。墓地に関係のあるカード。ちょっと言ってみ、言ったらヒントになるから。スタック投了。スタック投了みたいな感じでちょっと何でもないです。なるほど、なるほどね。もう自分でおしゃべりだと思って。いや、もう全然出てこないんだこれが。いやでもこれかな、戦慄宗の式。あー、よっしゃやりました。お疲れ様でした。外れてますよ、カメラが。行っちゃった。あ、ちょっとでもこれちゃんと書いてあるの見たいですね。僕最初に一回押してスタック投了したじゃないですか、はい、うん、あの時点で戦慄宗の指揮官って思ってたんですけど、うん、これがなんかピンとこなくて、あー、そうか、手編、そうか、こんな感じ、こうか、確かに。いや、え、これ手編、手編なの分かってたの。大塚さん、うん、衝撃の事実です、はい、僕、手編の書き順も、え、こ、横にした、横横から縦行ってました。え、そんなことある。はい。書き順めちゃくちゃあるんだ。なんで書けんだよ。だから一回止まったじゃないですか。マジックプレイヤーなら2画目まででカード名分かるクイズ、勝者7対6で1決算です。こ
それはいただきました。お互いにかなり悔しい問題いっぱいありましたこれ競った時にね、うん、めっちゃ気持ちいいんだよな。だから途中で気づいた時めっちゃ気持ちよくない？うん、すごい。なんかその勝った方が掛け順わからないっていうのも面白いですよね。勝っただけだろ。やっぱカードが詳しければ掛け順がわからなくても漢字がわかるっていう、そういうことですよね。はい、そういうことです。相当競ってましたけど。はい、はい、ということで、ね、2画目までクイズやってきました、はい。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと一応参考にした動画もリンク概要欄に貼っておきますんで、そちらもぜひ見てあげてください。というわけでトロフィーお疲れでした。ハレルヤメディアの一徹でした。また次回バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレルヤをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。